看護師特定行為、すなわち医療安全そのものだと、考えています。皆さん、こんにちは。出直し看護塾の青柳です。今日はですね、日本麻酔科学会から特定行為に係る看護師の研修制度についての学会としての考え方が公開されているという話をしていきたいと思います。前回ご紹介した日本循環器学会は終了証を出してくれるくらい好意的でしたが、果たして日本麻酔科学会はどうなんでしょうか？実はですね、日本麻酔科学会も考え方を表明してくれていて、しかも特定行為研修まで実際にやっているんですね。せっかくですので全文を紹介したいと思います。日本麻酔科学会医科本学会は、安全で質の高い麻酔科領域の医療を提供することにより、患者の治療と人々の健康増進への貢献を目指しています。麻酔科医は手術室の中で麻酔管理を行うだけでなく、術前の患者診察、病棟での術後鎮痛管理、救急集中治療における重症患者管理、ペインクリニック、緩和ケアなど、手術室以外でも安全と質の向上のために多岐にわたる業務を行っています。この件は一般の方はですね、部分的にしかわからないというところがあるかもしれませんね。もしかすると麻酔科医という存在自体ですね、知られていないという部分もあるかもしれません。病院で仕事をしていると、確かに手術室にはもちろんおりますし、ICU とかではですね、患者さんを見ているという病院もあると思いますし、ペインクリニックもあるし、緩和ケアも行ってますよね。ですので、確かに麻酔の先生の守備範囲ってめちゃくちゃ広いなというふうに考えることができます。続けて、さらに各診療科から麻酔管理を依頼される手術と検査が増えていることもあり、麻酔科医のマンパワー不足は深刻な問題となっています。そうなんですね。麻酔の先生はかなり前からですね、足りないというふうに言われていて、この各診療科からの麻酔管理の依頼というのは、患者さんのですね、高齢化、そして医療の複雑化というものがありますので、どうしてもですね、麻酔の先生が必要となってくるということですね。本学会の会員数は年々増加し、2021年3月の時点で約1万3000人となりましたが、2019年度に報告された一般社団法人日本病院会勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査では、麻酔科が不足していると答えた病院は42%に上り、充足されたと言える状況にはありませんということで、麻酔の先生は増えているけれども、病院全体で見るとまだまだ足りないというように、他の医師がですね、そう考えているということですね。良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律が2021年5月28日に公布され、去年ですね、医師の時間外労働規制が2024年、2年後ですね、の4月に適用されます。本学会は麻酔科医が不足している中、手術器医療を安全かつ効率的に提供できる体制を作るためには、医師以外も含めた手術器チームによる術前術中術後管理が有効であると考え、2014年から関係学会の協力も得て手術器管理チームの設立を推進してきました。特定行為研修を修了した看護師のタスクシフトもその一環と考え、本学会においても術中麻酔管理領域パッケージの研修を開始しています。これ後でご紹介しますけど、麻酔科学会がですね、直々に看護師特定行為研修のパッケージ研修を行っているということなんですね。この文をですね、見ていただければ分かりますように、医療の質の確保の中に医療安全という言葉がですね、出てきます。ですので、医療の質を良くするっていうのは、難しいことを行うというイメージがあるかもしれませんが、そういうことももちろん重要かもしれませんが、医療安全には、医師が頑張るだけではなかなか厳しい状況になっていますよということなんですね。続けて、このような研修の成果が手術器管理に生かされることは、患者にとっても手術器に関わる医療者にとっても多大な利益を生むと考えています。しかしながら、特定行為に定められた医行為は、術中麻酔管理のごく一部でしかないことから、術中麻酔管理領域のパッケージ研修であっても、術中麻酔管理全てを担う研修にはなりません。そうですね。僕もそう思います。
また研修を終了しただけでは国民患者が望む安全で質の高い麻酔管理や手術管理を実践することはできません。まあ、そうなんですね。研修というのはあくまでも研修ですので、その後に研修を受けただけでね、十分な医療が提供できる人材になれるかというと、残念ながらそう甘い世界ではありません。本学会では特定行為研修修了看護師が術中麻酔管理の一部の医行為だけでなく、十分な能力を有する手術機チームの一員として活躍できるように特定行為研修を推進します。さらに特定行為研修を修了した看護師に手術機全般に関する教育を永続的に行うことが必要であると考えております。そのために特定行為研修を修了した看護師の働き方に関する安全管理指針を作成し、継続性のある質の高い手術機医療の提供を厚生労働省と相談しながら進めています。さらに医師会、外科系学会、看護協会をはじめ関係団体とともに連携してまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします、ということですね。こちらはホームページから見ることができますので、興味のある方はぜひお読みいただければと思います。現状では医療の高度化による診療の難易度が上昇していますよね。非常にリスクの高いことを、まあ、医療として行っているわけです。どんどん専門化が進んでいますよね。そして患者さんの高齢化によって今までにはなかったようなリスクというものが表面化してきています。安全な医療を行うために多方面での麻酔科医の需要が高まっていると。手術室だけではなくてですね、例えばカテーテルのアブレーションとかでも麻酔の先生がいた方がいいんじゃないかという状況や、内視鏡の手技においても麻酔の先生がいた方がいいんじゃないかという状況はあると思います。このあたりは、実際に、関与している方はですね、確かにねと、麻酔の先生いたら安心だよねと、そういう状況はあると思うんですね。では、特定看護師が医師の代わりになるのかという、疑問、これあると思うんですね。僕の考え方としてはですね、とてもじゃないけど、医師の代わりにはならないというふうに思っています。しかしですね、医師の役割が非常に広いわけで、これは専門性の高い部分が多くありますよね。しかしながら、現状の医師の役割の中で、特定看護師がですね、ある程度担うことのできる部分というのは確実にあるんじゃないか。このオーバーラップしている部分ですね。研修を行った後にですね、経験を積むことによって少しずつ少しずつ、このオーバーラップしている部分を増やすことができるんじゃないか。そうすると、専門性の高い医師の先生たちがですね、より専門性の高い医療を提供することができるんじゃないかというふうに、僕は考えています。麻酔科の先生が活躍すべき状況があります。循環器の先生が活躍すべき状況があります。麻酔科学会や循環器学会からの提言が出ています。循環器の学会のですね、提言の方は別の動画を見ていただければと思いますが、看護師はほぼ全ての医療シーンに存在しています。看護師に高いアセスメントが備わっていたなら、医療安全だいぶ違うと思うんですね。視点が変わると早期発見につながってきます。航空業界に比べて医療安全はまだまだ改善の余地があるなと、僕は感じています。おそらく皆さんもそう感じているんじゃないかと思います。質の高い医療というのは難しいことを行うということではなくて、当たり前のことを当たり前のように終わらせるということが、質の高い医療だと僕は考えています。看護師特定行為、すなわち医療安全そのものだと、考えています。看護師特定行為研修受けましょう。麻酔科学会でもですね、やっていますので、詳しくはホームページを見ていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。